高芝ダムは福島県岩き市二級河川鮫川水系鮫川に建設されたダム。高さ59.5メートルの重力式コンクリートダムで洪水調節工業用水を目的とする福島県営の多目的ダムである。ダムこの名は高芝湖という福島県鮫川水系ダム管理事務所が管理する県営ダムで サメ川の治水と岩木市南部の工業地帯への利水を目的とした特定多目的ダムであり、支流の四字川にある四字ダムとともに、サメ川の治水に死している。1962年3月竣工と福島県営ダムとしては最も古い。サメ川では1937年により、内務省直轄として、下水統政治業調査が実施され、女性工事として、 小名浜速攻所の12時間雨量を計画量に採用した河川改修全体計画を定めた。その後、第二次世界大戦などにより災害土木助成工事が一部竣行後中止され、1950年に中小河川改修工事として再着工された際、災害土木助成工事で策定された前日の河川改修全体計画を踏襲することとした。しかし、 1958年9月15日から9月16日に発生した洪水により、策定されていた計画洪水量を超える出水が発生したために、工事計画を見直す必要に迫られ、1961年9月18日、9月19日以降に発生したいくつかの洪水の流量解析を行った。その結果、1961年の洪水量を、 対象とすると四字川合流点では、1941年の改修計画における河川疎通量2300立方メートル S に対し2850立方メートル S。山田川合流点では2400立方メートル S に対し2950立方メートル S。鮫川河口では2450立方メートル S に対し3000立方メートル S と、 それぞれ550立方メートル S の疎通能力に対する洪水量の超過が規定計画洪水量に発生することが判明した。このため550立方メートル S の超過分を高芝ダム建設によって吸収し、稼働改修計画を進めるに至り、1957年4月着工され、1962年3月に竣工した。 総事業費は11億9000万円。施行は清水建設。鴻芝ダム発電所は鴻芝ダムに付随する水力発電所。1973年、1979年のオイルショックをきっかけとして、石油代替エネルギーの確保が急務となったことから、鴻芝ダムの放水を有効利用するために計画され、1982年4月に着工し、 1985年10月に完成し、11月より運転を開始した。総事業費は9億1252万5千円。有効落差31.3メートル、最大使用水量6.5立方メートル S によって、最大出力1600キロワット、年間848万1キロワットアワーの電力を発生する。ありがとうございます。